ポポポーまあそれにつても昨日はですね、えー、神奈川県の厚木市っていうところですか、まあそこで厚木市長線っていうのがあったり、えー、佐賀県の、えー、鳥栖市鳥栖市長線。 も、あったりとかですね。まあ、その辺の結果っていうのが、えー、まあ、今日、あの、出てるんですけども、この厚木市長選もですね、この佐賀県の鳥栖市長選もですね、えー、自民推薦候補が敗れると、自民党が負けたと、いうのがですね、まあ、ちょっと興味深いな、っていうのは思ったと。このまずね、厚木市っていうのはね、この米軍基地があるとこですかね。えー、ここなんですけども、まあ、これ3人候補が出てですね、ええー、 あの4の四0した小林さんというのは2万8000票、競り、えー、負けたといって自民党の石井さんという方が2万5000票で、まあ、大体3500票,票ぐらいの差で負けていると。 まあ、いうことでね、まあ、こう、三原淳子さんとかが、えー、応援に来たりね、あと、ヤンキー先生の、えー、吉井、S、さんでしたっけ、が応援に来たりしてたんですけども、それでも、えー、勝てなかったっていうところがですね、やっぱ興味深いなと。で、佐賀県の鳥栖市、鳥栖市町選ではですね、これ、 10票差で、えー、現職市長の橋本さんという方が勝ったと。10票差でですね、えー、自民推薦候補の方が負けたということでね、まあ、これも何があったんかなと。で、これあの、佐賀新聞に書いてあるんですけども、自民、自民佐賀県連がですね、4連敗落胆と。ね、4連敗してるということみたいでね、いや、自民党って別に、あの、佐賀県で弱いとかそういうことではないんですよね。 まあ、オスプレイのね、あの、受け入れ問題で、えー、佐賀県知事に、あの、無理やり飲ませたっていうのもね、なんかありますけども、あの、佐賀県も決してそんな自民党が弱いところではないと思うんですけども、まあ、こうなっていると。まあ、これに対して佐賀、自民党佐賀県議はですね、自民が前に出すぎたと。 え、敗戦の印象は県議選で何の得にもならないというふうに、こう、佐賀新聞の、えー、まあ、あの、インタビューみたいなのを答えてるんですけども、いや自民党はね、今その支持率が圧倒的、 なんですよね。政党支率でも他のね、立憲民主党と比べてもですね、何倍もあると。もう30、三十何パーセンとか常にあってね。うん。いや、自民党が前に出過ぎた方がいいんちゃうかなと思うんですけども、そうじゃないと。えー、やっぱこの影響がですね、やっぱり、この厚木市長選もそうですけども、まあ、自民党が、これ、手抜いてやってるわけじゃけね、必死に頑張って落としてるっていうところが、やっぱ興味深いなと。 えそうなるとやっぱ地方選でもですね、取りこぼすとこが、統一地方選ね、4月ありますけどもえ、ポロポロ出てくるんじゃないのかな、ということも想定されるかな、という意味においてね。で、その統一地方選の結果っていうのが、参院選にも繋がるわけですからね、そうなると参院選どうなるのかな、と。 でまあ、今年は井戸市選挙ですかイノ市市戸市っていうことで、えー、懸念されているのがですね、まあ、地方選で、えー、選挙疲れが出てですねで、それが参院選にも影響するということで自民党が、えー、そんな勝てないんじゃないのかなと。三分の二割れっていうのが懸念されているというか、もうそういう予想っていうのがね、 もう自民党側の選挙プランナーで人も、そういう三分の二割と、えー、会見改憲勢力三分の二割みたいな予想されてるんですけども、やっぱそういうことが、あの、起きる可能性がこの市長選を見ててもですね、なんかありうるのかなと。もう市長選で負けてるわけですかね、自民党がね。 うん、まあ、それによってその統一地方選でも、えー、負けて疲れて、えー、やっぱ参院選ではもうボロボロな状態で、えー、望むかもしれないな、みたいなね。やっぱその支持者というかね、えー、頑張って応援してくれる人があってのこう選挙ですから、それがね、本当にどこまでうまく機能するのかなっていうのが、ちょっと気になりましたね。 だからまあ決して、えー、自民党が、ね、政党シリーズ、世論調査が高いと言っても、ですね、えー、市長選で落とすっていうところが目立っていると、えー、いうことでね、うん、まあ、あのー、4月にはね大阪12区補選、えー、でしたっけ、うん、あと沖縄では3区補選というのもあってね、ね、まあ、この結果でもですね、えー、どうなっていくのかなという気はしますけどね、特に沖縄3区補選でね、 え、自民党に勝てる要素があるのかなと思ったりもするということを考えてもですね、やっぱり今年の選挙っていうのはなかなか面白いんじゃないのかなというふうに思いましたね。チャンネル登録よろしくね。